はい、こんにちは。今回は100勝以上の驚異のレコードを持つ怪物ボクサーを紹介いたします。ロベルト・デュランはライト級、ウェルター級、スーパーウェルター級、ミドル級と4階級にわたって世界王者に君臨いたしました。石の拳と呼ばれた固い拳と圧倒的な体力で KO の山を築きました。とりわけライト級時代は12度の防衛戦は全て KO 勝利で防衛しており、歴代ライト級ボクサーの中で最強と呼ばれております。ミドル級王者はデュランが勝てなかったヒットマンハンズを KO して王者になったアイラン・バークレーです。ライト級王者に長年君臨していたデュランは階級を上げてミドル級王者に挑みますが、ミドル級王者バークレーはデュランより15センチも背が高く、はるかに大きな体格をしております。その上、デュランを KO したヒットマンハンズを KO し、年齢も28歳とデュランより10歳も若く、乗りに乗っております。試合展開は、序盤、長身のバークレーがロングレンジからパンチを放ち、デュランが中に入ろうとしても、大きな体から放つパワーパンチで、中に入れませんでしたが、中盤からデュランがパンチをかいくぐり、接近戦で打ち勝つようになってきました。迎えた11ラウンド、デュランの力強いコンビネーションが炸裂し、大きなバークレーをなぎ倒します。1994年に WBA 世界ミドル級王座に戴冠したホルヘ・カストロは、2度目の防衛戦に33戦全勝のジョン・デイビッド・ジャクソンを迎えました。王者カストロはすでにデビュー以来8年近く精力的に試合をこなし、すでに95勝しているタフで頑丈な王者なのです。ジャクソンはテクニシャンタイプであまり打ち合わないのですが、タフなカストロを KO しようと試みました。というのも、テリー・ノリスやロイ・ジョーンズ・ジュニアでさえダウンを奪えなかったカストロを KO することによって、ジャクソンは評価を得たかったのです。プロアマと200戦以上のキャリアでダウンをしたことがないと言われていたカストロは、竹原選手の強打に苦しみます。テリー・ノリスやロイ・ジョーンズ・ジュニアでさえダウンを奪えなかったカストロから、竹原選手はダウンを奪いました。
しかしカストロは想像以上にタフで頑丈で、竹原選手の強打を浴びてもひるまず打ち返してきたのでした。青コーナー、1937年にフェザー級を統一したヘンリー・アームストロングはライト級を飛ばして世界ウェルター級王者バーニー・ロスに挑戦いたしました。現在ならウェルター級はフェザー級より4階級上の階級にあたり、アームストロングは当日体重が足りなかったので試合前に大量の水を飲んでリングに上がったのです。身長166センチと小柄なアームストロングですが、ウェルター級王者ロスの懐に入り、回転の速い連打で終始圧倒いたしました。アーチムーアの KO 数は129、131、または141と言われておりますが、いずれにせよ絶対に破られない記録でしょう。また試合数も219と桁外れに多いですね。ライトヘビー級だったムーアはヘビー級のロッキー・マルシアノやパターソン、アリには惨敗しております。ムーアのボクシングスタイルは硬いクロスアームディフェンスを用い、破壊的な左右強打で相手を叩き潰すスタイルです。ガードの硬さはアルマジロスタイルとも呼ばれておりました。ちなみにブランクから復帰したジョージ・フォアマンにクロスアームディフェンスを教えたのはこのアーチ・ムーアなのです。このような硬い防御と破壊力のある攻撃で長年にわたって戦い、敬語を量産したのです。藤井八雄ニコリの WBA 世界スーパーライト級王者藤武史選手が2度目の防衛戦にニコリノ・ローチェを迎えました。日系三世の藤選手は強打のハードパンチャーで31勝のうち26の KO 勝利を飾っており、初回からパンチを振り回していきます。一方、挑戦者のローチェはイントカブレと形容されるディフェンスマスターで、この試合が107戦目と経験豊富なテクニシャンタイプのボクサーです。中盤になっても藤選手のパンチは全て空を切り、ローチェのカウンターの餌食となり、ローチェのパンチだけがどんどん入っていき、藤選手は疲労とダメージが蓄積していくのです。ローチェの防御はまさにイントカブレで、9ラウンドになってもパンチは一切もらわず、逆に細かなパンチを効果的にヒットさせ、藤選手の心を
追っていきました。多くの評論家やファンが全階級を通じて史上最高のボクサーと認めているのがシュガー・レイ・ロビンソンなのです。世界ミドル級タイトルをジェイク・ラモッタから奪取しますが、ラモッタはレイジング・ブルという映画のモデルになったブルファイターでした。この試合はラモッタが倒れないため壮絶な試合となり、セントバレンタインデーの虐殺と呼ばれました。フリオセンサールチャベス、メキシコの英雄フリオセサールチャベスは無類のタフネスとスタミナを武器に完璧な強さを誇り、デビューから90戦負けがなく89勝 74KO1 引き分けの戦績で3階級を制覇いたしました。全盛期は圧倒的強さを誇っていたチャベスですが、キャリア後半は私生活の乱れと練習不足のせいで負けることがあり、108勝 87KO6 敗2引き分けの戦績を残し引退いたしました。チャベスの試合で一番有名な試合はメルドリック・テイラーとの試合ですが、 WBC 王者のチャベスが1990年3月に24勝 14KO1 分けの IBF 王者メルドリック・テイラーと対決いたしました。3階級を制し、すでに伝説化されていた絶対王者チャベスに対し、テイラーがスピードと鋭いパンチで圧倒し、もしかしたらチャベス神話が終わるかもと観衆は感じ始めました。ポイントで明らかに負けていたチャベスが最終回に猛然と強打を振るい、試合終了25秒前に強烈な右ストレートを炸裂させ、残り16秒、起死回生の右ストレートを叩き込み、痛烈なダウンを奪ったのです。